カットライン。俺の名前はヒロシ、ピロシーという会社の代表を務めています。事業内容は産業用ロボットの製造開発。日本ではまだまだ知名度がないため、代表である俺も新規顧客を獲得すべく部下と一緒になって日々の営業活動に取り組んでいるところです。ある日のこと、俺はドコダ商事の本社を訪れていました。ドコダ商事は日本を代表する大企業の一つ。これまでにも何度かお世話になっており、今日は担当者と打ち合わせがあったんです。無事打ち合わせを終えた後、いや、そこにいるのは大平くんじゃないかね。これはこれは、花高部長、ご無沙汰しております。うわー、嫌な人に会っちゃったぞ。この人は花高さん、第二営業部の部長さんなのですが、自分のことを大企業のエリートだと考えているらしく、取引先のことを見下してくることで有名な人なんです。なんだ、本社までわざわざ営業に来てたのかね。下請けの会社は大変だな。ご苦労さん。いえいえ、営業じゃなくて今日は担当者の方と打ち合わせがあってですね。お前らにとっちゃ打ち合わせなんて営業と対して変わらんだろ。顔を覚えてもらってなんぼだからな。え、確かに顔を覚えてもらうのは大事ですけど、ま、せいぜい契約を打ち切られんように頑張ることだ。お前ら下請けの代わりなんて吐いて捨てるほどいるんだからな。ぐぬぬぬ、何をと、いかんいかん、相手は一応部長なんだから冷静に。そうですね、これからも御社に貢献できるように頑張ろうと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ああ、なんだ、つまんねえやつだな。こんなに言われてもペコペコしやがって。まあ相手が俺みたいなエリートなら当然か。つまんねえやつで悪かったですね。さて、早く帰って仕事しよう。腹が立つことも多いですが、何事にも謙虚で低姿勢なのが俺のポリシー。嫌味な花高さんのことは苦手ですが、普段の業務で関わる相手ではありません。だからたまに会った時にはぐっと我慢するようにしていたのですが、数日後。よう、大平、今日からお前んところ打ち合わせにはこの俺様が同席させてもらうことになった。貴重な俺の時間を奪うんだ、しっかりやれよ。どうして花高部長がここに。なんと、どこら商事の社内ルールが変わり、担当者との打ち合わせには必ず部長である花高さんが同席することになったのです。それからというもの、どこら商事との商談は散々なものでした。私たちピロシが提供するロボットは安い、早い、うまいがモットーでして。あー、もういびきがうるせえ。全然集中できないじゃんか。せっかくこっちは丁寧な説明を心がけてるっていうのに。な、おっと、しっけしっけ。大平くん、もう一度今のところ説明を頼む。はい、今度はちゃんと聞いててくださいよ。君なかなか面白いことを言うな。そんなの当然だろ。そうですか、喜んでもらえて何よりですよ。それじゃあもう一度説明しますからね。では提案書の3ページですが。ってまた寝てるのかよ。あー、もうやだ、この提案誰か代わりにやってくれ。さらに別の日には。大平くん、なんだねこの提案書は。はい、どこかおかしいところでもありましたか。目上の会社へ提案するんだから、文字のフォントは明朝体にするべきだろう。別にフォントなんて何でもよくないですか。失礼のない資料になってるはずですけど。俺は提案書は明朝体で決めてるんだよ。俺様に読んでもらいたいならちゃんとルールを守れ。それが常識ってもんだろうが。そんな常識初めて聞きましたよ。それに字が小さい、これじゃ読みづらいだろうが。君、ハスキールベ持ってきてくれ。起きてたら起きてたで勝手ばかり。あなたのマイルールなんてこっちはいちいち知りませんよ。同席している部下に向けての仕事してますアピールなのか知りませんが、問題とは関係ない指摘を繰り返す花高部長。他にも花高部長が発注チェックをミスったせいで、うちの会社が余計な作業をしないといけないようなこともたびたびありました。そしてさらに別の日には。花高部長、新しい商品パンフレットができたのでお持ちしました。こちらに置かせてもらいますね。こらこら、俺のデスクにゴミを置くな。こんなのはゴミ箱にポイント。俺は忙しいんだ、用事がないなら帰った帰った。な、せっかく苦労して作ったパンフレットを。
これにはさすがの俺も我慢の限界。ただ社会人としては表情に出さないように気をつけたんですが。なんだ、デイサイの下請け会社が大企業のエリート様に文句あるのか。あん、いえ別にありません。だよな、下請けごときが文句言えるわけねえよな。ぐぬぬぬぬよし、せっかくだ、エリート様の実力ってやつをお前に見せてやるよ。数日後、何も言い返せない俺がよほど愉快だったのか、花高部長は俺を高級料亭に招待。正直面倒な誘いではありましたが、こちらからも話があったので仕方なく同席することにしました。どうだ、なかなかいい店だろう。俺のお気に入りなんだよ。ええ、趣があって素敵な料亭だなって俺も思いますよ。まあ下請けのお前には無理な店だろう。俺だったら会社の経費で余裕だけどな。ああそうですか、それは良かったですね。てかあんまり会社の経費を無駄遣いしないでくださいね。なことどうでもいいんだよ。それよりおいおきら、これからもうちと取引続けたいだろう。だったら釈放しろ釈放。はあ、それじゃあまあどうぞ。おっとっと、ほう、ビールの継ぎ方はなかなかうまいじゃないか。さすがは下請け会社。そりゃどうも。はあ、やっぱ大企業は最高だな。苦労して入社した甲斐があったわ。俺のことを完全に隠したらと見下して上機嫌な花高部長。するとそこに会長、まあまあ来られていたんですね。お声をかけてくださればよかったのに。ああ、大神じゃないか。会長、何言ってるんだ。俺は会長じゃなくて部長だぞ。ちょっとあなたたち、もっと料理とお酒を運んでいらっしゃい。ああ、お部屋ももっとどこか広いところに。ああ、今日はいいんだって。ただの付き合いできただけだから。いや、ですけど会長にこんなご無礼な真似は。無礼なんてとんでもない。今日の料理だってどれも美味しいものばかりですよ。まあ会長は相変わらずお上手ですね。会長ってまさか大平のことなのか。お前一体何者だよ。え、どうしたんですか花高部長。俺はピロシーの代表ですよ。最初からずっとそう名乗ってるじゃないですか。ふざけるな。たかが下請け会社の代表ごときがこちらの大女将と仲良くおしゃべりなんてできるはずないだろうが。大企業独断招致のエリート部長であるこの俺様でさえまだ顔は覚えられてないんだぞ。あら、お客さんってばもしかしてご存じないんですか。ピロシーはどこだ庄司さんの数十倍は規模が大きい世界的な大企業ですよ。なんだってこいつの会社が世界的な大企業。まあはい、一応はそうですかね。世界中に支店を構えてますし、時価総額は300兆円を突破しましたから。そんなのアッペルとかアパソンクラスの化け物じゃねえか。とはいえまだまだ日本じゃ知名度は低いんですけどね。 B2B のビジネスしかやってないせいかも。わそうです、オオカミが先ほど説明してくれた通り、ピロシーは世界では名の知れた超大企業。今現在は汎用人型ロボットであるロボブンタが小さなお子さんから大きなお友達の間で大ヒット。家事や仕事のちょっとした手伝いから嫁に不倫された時の愚痴を聞いてくれたりと、ロボブンタは大変優秀なロボットです。大平会長は海外の VIP を連れてこれまでに何度もうちの料亭を利用してくださってるんですよ。こいつが海外の VIP と。いやいや、それはこちらの料亭が素晴らしいからですよ。お連れする皆さんだっていつもすごく喜んでくれますから。それならよかったです。なんてこった。俺は会社の経費でせこせこ利用してただけなのに。それに会長はうちの経営が厳しかった時に大口の出資までしてくださって、今この料亭があるのは大平会長のおかげです。いや、俺だってこの料亭がなくなるのは嫌ですから。困った時はお互い様じゃないですか。ああ、どうしよう。そんなすごい人に俺はこれまでなんてことを。ああそうだ、花高部長。やい、何しようか。俺からもあなたにお伝えすることがあって今日はこちらにお伺いしたんですよ。
伝えること。それって一体他にもっといい取引先が見つかったので、徳田庄司さんとの契約は今月で打ち切りにさせていただこうかと。打ち切り？そんなことになったら大問題だ。あれ、どうしたんです？何かこれまでと反応が違いません？うちみたいな下請け会社は入って捨てるほどいるんでしょ？それはピロシーがそれほどの大企業だったなんて知らなかったからね。どうしたらいいんだ。そんな優良企業との契約解除は会社にとっての大損失だ。もちろん俺の今日からって差がちまう。それはご愁傷様です。大平会長、どうかうちと取引を続けてもらえないでしょうか。何卒。ちょっと何言ってるかわからない。一応言っときますけど、契約解除の原因を作ったの花田が部長ですから、あんな雑な対応をする会社とは安心してお付き合いできません。そんなこんなのあんまりだ。ちょっと見栄を張りたかっただけなのに。その後、事前に伝えた通り、どこだ庄司との契約は終了。後日、花高部長は社長から大激怒され、聞いた話によれば降格処分になったとか。どうもピロシーが大企業だというのは社長はご存知だったようで、だからわざわざ打ち合わせに部長職が同席するように指示したわけですが、それが完全に裏目に出たというわけです。一方、うちの会社は新しい取引先と良い仕事ができたおかげで、国内での知名度も大幅アップ。ロボブンタに代わる新商品を生み出すべく、日夜奔走しているところです。これからも誰かさんのようにおごることなく、仕事を頑張っていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。